をご覧ください、はい。視点に常よ、祖に獣、星を打ち、雨土や沈み、宵闇陰る月見様。はい、はい、ということで先ほど登場しました、はい、リューダーイオとなります、はい、これがメインクエストをクリアしてイオちゃん、はい、ゲットということで、できということになります、はい、ルーラーなんですね。ルーラーですね。やっぱりまあ姫子様の、ね、はい、二代目王女ということで、はい、なるほど。そしてこのイオなんですけど、はい、メインクエストをクリアすると、はい、ホーグエス、はい、うん、あ、さっきの格好ですね、はい、さっきの、はい、アドベンチャーパートに出てきた、はい、その衣装となります。はい、はい、ですので、こちらの方も、はい、メインクエストクリア後イベント交換、あ、イベントアイテム交換で獲得できますので、うん、ぜひこちらもゲットしていただければと思います。はいはいはい、はい、かわいらしい卑弥呼ですね。卑弥呼と出雲の奥に、はい、信勝くん、あ、後ろにいるんだ、はいはい、こちらのイベントを進めていきますと、はい、ショップ等で、獲得できますので、ぜひ獲得していただければと思います、はい、そしてこのイベント中ですけれども、右下にありますように、はい、EXP カード、いつもの、はい、経験値のカードもゲットできますので、はい、ぜひ獲得してください。花野さん、その隣のハテナは何でしょう。はい、これ内緒です。内緒なんだ。まだ内緒です。まだ内緒、はい、まだ内緒です。ちょっと先走りました、すいません。いやいやいや、はい、なるほど、はい、はい、じゃあ続いての情報お願いします、はい、続きまして、こちらの紹介もさせていただきます。お願いします。イベントの報酬で獲得できるコマンドコードはこちらとなります。はい、はい、チャチャ可愛いですね。はい、チャチャ可愛いです。お茶ノップ、お茶ノップ、はい、ですね、こちらとなります。ご覧ください。水の北、山の南や春の月か、さあ前へ進みたまえ、君の道を。いや、なんかすごいかっこよかったじゃないですか。なんか演出が、はい、やだ、優しい感じの、あんなお花をキラキラさせるのは周り以外するんですね。はい、はい、山並さん、いや、もうみんな待ってたんじゃないですか。はい、お待ちかね、はい、で、今回セーバーやっと登場となっております。星5、星4でセーバーですね。はい、セーバーになります。はい、はい、皆さんお待ちかねだったと思います。はい、はい、ということで、それでは、はい、ではもう一機の方を、はい、も紹介させていただきたいと思います、はい、お願いします。それでは映像をご覧ください。どうぞ。この一時に全てを、全てをこの一時に、これこそが利休の茶にございますれば、どうか存分にお楽しみを。一期一会、はい、はい、ということで千の利休バーサーカーとなります、はい、来ましたか。はい、茶の湯ですもんね、はい、ぶっちぎりです、はい、ぶっちぎりですし、そういえばなんかこうメインストーリーみたいな第一服って書いてありましたもんね、はい、利休、鋭い、いやいやいや、利休来ちゃいましたか、はい、女の子で、女の子で、はい、バーサーカーなんですね、はい、お茶を入れながら、お茶を入れながら、はい、楽しんでいただければと思います、はい、はい、
楽しみです。ありがとうございます。はい、そして、紹介いただいた新規2期のピックアップ召喚もありますよね。はい、ということで、こちらですね、2期をピックアップする召喚を開催したいと思っております。はい、グラグラ新山大国千利休ピックアップ召喚開催となります。はい、はい、先ほどご紹介させていただきました新規をご覧ください。この利休一世一代の茶席始めるといたしましょう。さまよう魂はかの地二来家内へと、フェイトグランドオーダーぶっちぎり茶の湯バトル、グダグダ新山大国地獄から帰ってきた男。はい、いやなんか利休さんのキャラクターが結構こう、はい、なんていうんですか、うん、